はい、どうも、ととまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコース ID いただきました。キノコ怖いということで、やってまいりましょう。毒キノコが降ってくる感じのコースなんですかね。まんじゅう怖いみたいなね、タイトルですけれども、こちらのキノコ怖いは本当にキノコが怖いお話でございますからね、やってまいりましょう。てか、まんじゅう怖いとか言って、皆さんご存知なんですかね、落語のあのまんじゅう怖い。あ、はぁ、あ、みんな怖いもの一つや二つあるだろうっつって、ある男が俺まんじゅう怖えんだよって言うから、みんな面白がってそいつの家にまんじゅう投げ込んだら、そいつがうまそうにバクバク食ってやがって、あいつ本当はまんじゅう嫌いじゃなくてまんじゅう好きだからまんじゅう怖えって言って、みんなに面白がって投げさそうとしただけじゃねえかっつって、おいお前本当に怖いものは何なんだっつって、たらふくまんじゅう食った男が、んー次は熱いお茶が一杯怖いっていう、あの有名な落語ご存知ですかね。さすがにまんじゅう怖いとジュゲムは有名か。というわけでちょっと待ってくださいよ。ちょっとそんな話は置いといて、これ多分右に行っちゃった方がいいかな、一気に。オッケーオッケーオッケー、ちょっと待って右行っちゃってこの辺で降りて、でこいつに捕まろう。であのキノコたちって3段ぐらいしかジャンプする能力がないから、上の方いれば安全だと思うんだよな。おお、なんだその隠しブロック。というわけで、ここに隠しブロックがあるから、左側を叩かないようにして、これ右行っちゃってよろしい感じだよね。はい、オッケー。で、これクレーン捕まって、といといといて、そこの右端に1体捕まるから、そいつを飛び越すイメージで右に、オッケー。で、これをヒップドロップしたらいいね、これね。ちょっと待った、ちょっと待った、危ねえ、アップねえな。はい、そして、はい。雲にもらえんの？雲乗れたら結構楽になるんじゃないの、もう。あれ？ゴールじゃん。あれ？これ正規ルートか？まあまあクリアできたからいっか。というわけで本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。なんか正規ルートはこっちみたいだね。ここ。ここになんかドアあるから、ここに入って、で、こういうことか。はい、ありがとうございます。うわ、なんだこれ。なんかちょっと面白そうだな。0.3% タイミングを極めろやってまいりましょう。さあ、というわけでタイミングを極めろクリア率 0.3% やってまいりましょう。あー、こういうことか。あー、むずいな。結構運ゲーあー、オッケーオッケー。意外とこういうのも突っ込んじゃえばね、意外とほらいけるいける、ほら全然いける、あーほら全然いけてる意外とこれはね、もう多分タイミング見てるよりもほらめっちゃいけてるでしょ、ほら意外といけるんだって運ゲーでちょっと待ってよ。あ、ちょっとここ怖い、ここ怖いけど、オッケーいけてるいけるただ一応クリア率が 0.3% なので、ちょっと待ってよ、ここきつそうだな。はい、はい、以上、オッケー。ほら、意外と抜けれるんだって。でも、この辺とか、あさあ、ここ持ってきたけど、こっからは確かにきついよな。でも、こんなんな、見てられんのよな。もう勢い。こんなもんは勢いなんだって、こんなもん。赤と青、もう2分の1、2分の1で足場があると思えばいいんだよ、こんなもんは。もう勢い。ダメだな、全然ダメだな。これよな、問題は。これきつすぎるよなぁ。オッケー、きたきたきた。あー、ちょっと待って、ミスった。戻れる。うわ、ちょっと待って、積んでんじゃんかこれ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待って、積みかよ。無理だよなこれ。あー、ダメだ、積んでる。もう飛び越えちゃった。もう、よいしょよいしょよいしょ、オッケー、やった。あー、なんか何やかんで30分ぐらいかかったこれなんだこれ、ミンバト用のコースっぽいのにクリア者が出てないぞ。112分の0。ミンバトだったらじゃあ地獄じゃんこれあー、まあまあ普通にミンバトの始まりっぽい。じゃあ一番高いとこから行こうか。うーん、右飛び一回してみたいな、なんか右飛び。あー、まあ関係ないか。さあやってこか。じゃあみんなでバトル用のコースっぽいですけれども、ノコノコ界に乗って、さあレースレース。まあ普通、んっと、ちょっと待って。これ、ノコノコ川で古戦区ないか？え？無理じゃないのこれ。ん？どうなってんのこれ。ちょっと、え？え？ちょっと待って、どういうことこれ。一番下入ってみても、やっぱ同じ、作りは同じだよね、多分ね、全部ね。え、だとしたら、ちょっと待って。これ、どうやったら登れるこれ。むずいけど、こういけってことか。じゃあちょっと待って、で降りる。どうな、な、なんだこのコースは一体。これ入ってみる。じゃあ、はい、ちょっと待って、なんかよくわかんないコースだね。あ
いや、ミンバトでこんな細かいことやってられんだろ、これ。これこういうことだね。で、ちょっと待って、ちょっと待って。ああ、これでこれで。で、ちょっと待って、どうしたらいいんだろうな、これ。とりあえず乗らせてもらおうか。で、ちょっと、またか。ちょっと待って。だから、ああ、そっか、上にも当たるんか。降りるか、もう降りちゃうか。はい、オッケー。降りちゃって、いるんかな、のこのこがここまで。いや、なんかワンチャンいらんっぽいな。はい、これ乗っていけばいいんかな。下に全部隠しブロックがあるみたいなことかな。ちょっと待って、怖い。で、のこのこがいるんかな。いや、いらんっぽいな。あー、ちょっと待って、でも一発食らっちゃダメじゃね、これ。ちょっと待ってよ。一回あいつを押し合ってから食らおうか、じゃあ。あー、オッケー。いいんじゃない、これで。のこのこが厳しいでしょ、ここまで来んの。いや、いるんか。いるな。オッケー、来た。で、しかもさ、これさ、こういうことだよね。あ、ちょ、右。オッケー。あー、積みちょっとさ、これ難しすぎるって。こんな民番だったらクリアできんって、誰も。オッケー、やっとここまで来れた。で、ちょっと待って、これどうなる、これは。ちょっと待って、でもあれだ、あんま突っ込みすぎたらよくない。ちょっと待って、慎重に。これって当たんないの。ちょっと待って、車が壊れたら意味がない。ちょっと待った。あ、これで戻れってことか。ちょっと待ってよ。ちょっと待った。あ、やった、これ。戻れない。いや、ワンチャン戻ることは可能。あいつだるいな。これで頑張って戻れないっけ、これ。もうどうなる。ちょっと待ってよ。戻れないな。戻れないか。あー、ここまで来たのにな。これちょっと待って、いけるこの高さ。あ、いけるか。ちょっと待って、ちょっと慎重に行かせて。ちょっと待ってよ。で、ちょっと待って、これどうなるよ、最後。うわっ、あー、そっか、と降りて左行けばいいんかな。うわ、もうここまで来ても。やっとここまで来たが、さすがにもうゴールよな、これで。これでワンボックスで土管入って、はい、で表目に帰って、あー、やった、ゴールだ。あー、いやー、ちょっとな、あんまり普段コースの悪口とか文句とか言わないようにしてるけど、あのミンバトでこれクリアできんだろ、これ。いや、これは難しい。普通に一人でやっても難しいコースだよ。はぁ。